私は環境問題に長いこと関わってきましたが、気づいてみたらいろんなものが壊れている関係性が、でそれだけではなくてひょっとすると地球全体が壊れるかもしれないという中にあって、まさにこういう国を越えてのそのアイデアを、それから感じていることを、動いていることを交換するというのはとても大事なことで、とてもとても行政とか研究者だけではできないような、例えばそのメディアを利用してアピールする力とか、そういう新しい手法や何か、今回本当に短い期間なのにどんなにたくさん学んだかなと思います。